はい、ハンマケの本家のハンマヨー先生です。ですね、人間たちで、仕事でね、奴隷として働いてる人たちっていうのを見分ける方法があるんですね。それを簡単に説明します。で、今ね、医者とか勤務してる人たちの方に私がね調べるために言ったことっていうのはね、そんなに働くという、土方みたいな仕事だよね。まあ、ねで学位取ってやってながらそんな重労働するんですかって、土方の仕事をやるの、これはね他の人やってないし、やってない人が多いんですよ、そんな重労働ね。でそれで怒ってくるかね、怒ってくるかというか、なんか反応を見るわけですね。そう、怒ってきたんじゃなくて、怒ってきたりすると、これは奴隷の人たちだって分かるわけですね。そういうことをよく分かってるかっていうことですね。で、分かってないと、だから奴隷っていう、で逆に反発するとか、その職につかないと、ね。に教育されてるわけですね、周りから。そういう見分け方、ただ離れてないとそういうことを頭を戻す、ね、奴隷から戻すような頭をすると、そのちゃんと教育を受けてて、ね、戻すような人を逆にね、処分するようにね、ちゃんと訓練してるんですね。訓練さ、教育されてるんですね。そういうことでね、近くにいると危なくなるんで、で、離れてそういうことで、状況で聞いたりとか、反応を見るわけですね。これは奴隷ですね。で、あと他でも、工場でも、工場でもそうですね。こんな重労働毎日やってんですかと、ね、いうようなことで、これはもう重労働ってこのねで反応を見るんですね。まあ全体的にそんな労働してる人いないんですよね。そういうことおかしいと思わないんですかとかね、世界中人間ね、そんなことやってる人ってそんなに多くはないんですね。ね、そういうことをよく知ってますかってその反応を見るんです ね。それに怒ってくる人、逆に勉強させてもらったとかいうことでね、本当に感謝するということで、なんとか頑張るって、別のとこ職場考えるっていうんだったら分かる。これは奴隷になってないんですね。奴隷になってないんで、医者でもそうなんですね。これ教育されてると、もう逆にそういうのもう ちゃんとね、そういうほどくちゃんとした仕事っていうほどく人を逆にね処分するように教育されてるんですね。自分たちでね、奴隷はもう完全にね逃がそうとする人を、ね、まあ、処分するね、するわけです。もうそこまで教育されてるんですね。ということですね。見分け方は離れてないとね、教育されてると危ないですからね。ね、話そうとする、ね、自由にさせようとするっていうような道をね、作ろうとする人にを逆にその教育を受けてるからね、やっつけようとしますから。これですね。奴隷になってない人は、ああ、だから、そうですね、というようなこと、早くもう、そうなんですっていうふうに、もう分かっててね、いい職、ね、このやばい仕事から手をね、洗いたいというふうに動くんですけど、反発してじゃもう、奴隷として教育されてるわけ。これはもうどうしようもないですね。もう完全に奴隷化されてるんで。
ということですね。会社でもそういう労働者、事務でもいますしね。見分け方はそうやります。この人たちは奴隷になってるかの、なってないかというようなことですね。もう教育受けてるかということですね。もう教育されてたらもうダメですね。一生ね。もう奴隷でしかないです。一生。だから、女の人もよく注意しないといけないですね。旦那さんが奴隷として働いてる場合は、大変ですから。もうどうしようもないですね。まあ、そういうようなことでね。例えば外国なんか行ったり、日本人も結構いるけども、すごいリゾートに住んでる。日本人相当住んでる。持ってたり。リゾート持ってて優雅に生きてるわけですね。そういう人たちは奴隷になってませんから、ゆったりしてますし、海行って泳いだりしてますでしょ、自由にね。で、そういう人無数にいるわけですけどね。奴隷になってる人は全然そういうね、生活がないわけですね。で、もう工場とかね、医者の奴隷って結構多いからね。まだ労働は激しいから、普通よりか死ぬ人ばっかり、死ぬ人が多いんですよ。もう奴隷化されちゃってるんですね。で、そういうことですね。反応でね、そんな重労働ね、学位があったらもう絶対するもんじゃないし、すぐは分かるようなことなんだけどもっていうふうにね、この人、怒ってくる人はもう奴隷化になっちゃってますね。奴隷としてなってまして、施こうとする人を、ね、正しく施こうとする人を逆にやっつけようというふうに、また教育されてるというですね。だから、